バック、神城、各地に配置されたエデンスポットも。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。その通り。このネットデジタル用のエネルギーライン、デジタルウェーブを循環させる、蓄積し冷気させ、このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギーの冷気状態から推測するに、そして現在エネルギーの流れに一エネルギーの流れを追いたどり着く。六本木の地下には神城の研究施設がある。なんともそっけない政府官。そうだ、以前調査君のログ情報を追跡した結果、そこを攻め落とせば優子奪還、 A 達成に B 実行。そうやって言うか、黙れオタク、あなた略してお。あ抜かりはない。デジタルウェーブの制御自体を説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブ、その制御はエデンスポットをはじめと、つまりなんともアナログな方法だな。その通り。しかし、だが、同時多発的に工作を、いっぱい人を集めて、一戦、あほ、そんなもん東京中を手、東京中をって、だ、はぁ、俺は、知った連中を集めて、各地の、ま、加減はするさ。なるほど。君に確実に岸辺の今日つくとするなら、絡めてから攻めるべきだ。美なるかな、美なるかな、無形に至る。お、いいね、孫子。死んでるから。まあ、あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。理解が早くて助かる。では、君たちは地下道から、六本木、童貞は助手が把握して。そんじゃ、同時作戦開始だ。よーし、言うこっちを助け出すぞ。わお、ここが地下道か。ジメッとしてるし、壁がうにょうに。あれ、ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が、おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。オッケー、ユウコッチを助ける前に六本木目指してくわ。もしかして六本木、おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱。10キロ、とにかく頑張っ。
だが君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか、それとも優子くんの元へ急ぐため。え、いきなり何京子さん。ではわずか数十あ、赤坂あい、迷いがとは。ええどういうこと。デジタルシフトのせいで六本木地下だから気づきにくいが、空間が歪み本当やっ。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイス。え？敵のし。ああ！あんたなんでこんなとこにいんのよ！アンさんだ。ユーコを助けに行くんやろ。ユーコっていうか、ユーゴっていうか。もちろん嫉妬。わざわざアバターまで変えて。あの姿は。ユーコっちの。そう。エデン症候群、そのアバターを使うて、ザクソンのハッカー。どうしてそんなこと。ユーコ班は家族の縁が薄いお人。家族との何か。ユーコ班はマッチに手を差し、お願いや。え、ユーコ班を助けたいんや。あと本気なの。けど確かにユーコっち。よし一緒に行こう。いつもちょっとお礼とかやめて。いつも通りって。それは却下。ほらさっさと行く。
よし、いざ勝負。カルルキャン。城の地下施設。わずかながらロイヤルナイト。ユーコ来たか。ねこれでようやく技。私たちが来たからには。あんたがロイヤルナイツに操られてイグドラシルの意志だかなんだか知らないけどオメガモンの入れ知恵か。オメガモン人間風情に堅いらしい。お前ロキアどういうことついにまずい。もう遅い。